皆さんお元気ですか？あいしょ、かかじいです。今日はこちら、これ何かっていうと、もうここで見えとるけどね、よいしょ、あーばばばばばばば、はい、去年の年末にこのプレステラ90ちゃんに植え付けたエンジェル 8AE ちゃんのちっちゃい小株、なんとこれね、冬の間家の中で育ててみました。家の中でね、人工照明で育ててみたら、この時期今4月の後半に、まだ上もね、これ実がちょっとあるんだけど、これダメだね、取らないとだね。実ができている。こっちね、ちょっともう収穫期逃した、ちょっともうしおれて、ちょっと腐ってる部分も出始めてミスった。でもこっちのもう一個の子がめっちゃ今綺麗なのよ。ほら完璧でしょこれ。ということで試食も兼ねてみたいと思います。はい、まずはこの、これも真ん中のこの子も多分ダメなんじゃないかなって思うんだけど、根元からこの第2番の花があるんで、よいしょ、はい、収穫しました。で、こっち大丈夫なのかな、ちょっと嗅いでみますね。あー、でも甘い、めっちゃ甘い香りがする美味しい気がする。でもこっちのさ、後から熟してきたこの子が、ほら形といい色といい、めっちゃ綺麗。種のとこだけ赤く色づいて、で実の表面もこの辺だけ、肩口のとこだけほんのりピンクになってんだよね。今だから絶妙のタイミングだと思う。去年さ、このエンジェル 8AE ちゃん、いいタイミングで食べるのタイミングが分からなくて、結局この子みたいに腐らせちゃったんだよね。ちょっとこっちの子の香り嗅いでみますね。あー、甘いよ、美味しい香りがする。ちょっとまずはポンポンペインにならないように、この黒くなってないところを選んでカプッといきたいと思います。それではいただきマンモス。あー、古いっていうか、あー、でも中とかもほら腐ってないんで、この表面ちょっとこう菌類が醸しているところはちょちょいと切り取って食べられそう。なんか甘みも酸味もふわっとほんのりもやっとって感じでございます。さあ、ではこの、今度は本命ちゃんですよ。いい色合いに仕上がった2年越しのエンジェル 8AE ちゃん。いやすごいね、一番過去最高の出来のエンジェル 8AE ちゃん、いただきマンモス。うまい。あー、優しい。やっぱりこっちの方がもやっとした味になってて、こっちの方がフレッシュだね。フレッシュで甘みも酸味もね、ほんのり他の女胞とかと味の濃さが違う。薄味といえば薄味なんだよね。いやでもなんか食べやすい、すごいふわっと。あとはあれだね、収穫前に水を制限するとよかったかな。ちょっとね、水やりしちゃったんだよね。そのせいはあると思う、失敗した。一日今日水抜きをして、明日の朝撮影と試食すればよかった。今更ながら後悔。次のエンジェル8さんの試食の時はちょっと水を制限して甘さを糖度を上げて食べたいと思います。これ水制限したらめっちゃ美味しかったと思う。今の状態でもかなり美味しいんだけど、全体的にちょっと水で薄まってる感じ。じゃあ残りいただきまんまーす。いやでもうまいわ。へえ、なんか普通のいちごちゃんと若干違うね、感じが違う。あー、なんかね、バクバクいける感じ。
この子でっかくなるかな。ちょっとこのダメな黒くなってる子はちょっと、よいしょ、さよなら、さよならします。うん、こんな感じでエンジェルヘイとエイちゃん葉っぱがちょっと少ない。うん、でも新葉が展開してるんで、はい、はい、ということでちょっとねカカジーのミスで水今朝あげてから今夕方収穫しちゃったんで、多分そのせいでちょっと水っぽかった、失敗した。次食べるときは水を制限、1日ぐらい制限してこうギュッと味を凝縮した実を食べてみたいと思います。でもね、味の味わいそのものはバッチリ、めっちゃ美味しい。へー、エンジェルエイトちゃんこんな感じなんだね。よし、ということで今回はいちごの白いちご、エンジェルエイトエイちゃんのいい実ができたんで収穫試食行ってみました。はい、で飼育運動極めましょうね。そう、カカジーは植物も飼育運動、ザッスさようなら、お元気で。いや、今年は結構ねイチゴがいろいろ実になってる感じなんでね、食べられそうだよ。チャンネル登録はここ、関連動画はここ、再生リストはここです。よろしくです。